アントワーヌ・クレスパン、ノストラダムスアントワーヌ・クレスパンは、フランスの医師、先星術師のストラダムスに便乗して、ノストラダムスを名乗った先星術師の一人である。この人物は、複数の名前を名乗っていた。最初、アントワーヌ・クレスパン、通称のストラダムスと一度だけ名乗り、ついで、アントワーヌ・クレスパン、ノストラダムスの名で最も多くの著作を出し、その後、 クレスパン・アルキダムス、アントワーヌクレスパン・アルキダムスなどとも名乗った。この人物の初登場は、1571年向けの、予兆付き先税、プロナスティケーション・アベックセ・プレスチ・スポア・エル・アン・マルキシーである。この後、彼は1580年までほぼ毎年著作を発表してゆく。その後1585年から1590年頃に三冊出し、1604年に、 現在確認されている最後の著作、太陽の世紀の総予測、プロナスティケーション・ゲネロル・ジュ・キケル、シック・ジュ・ソレールを出版した。著作の数は多かったが、大抵は薄いパンフレットの類である。また、中には、本家のストラダムスからの表説を少なからず含んでいるものもあった。彼の著作には大抵、霊々しい肩書きが書かれている。それらの肩書きを信じるならば、 彼は、マルセイユ出身の先生術師で数学の博士を名乗り、タンドハク、サボア皇妃、国王、王帝らの常任事や顧問を歴任したらしい。ただし、客観的な裏付けの取れる形での経歴は、全くわかっていない。クレスパンに対する、一般的な評価は単なる模倣者、盗作者の意気を出るものではない。ただし、ノストラダムスの予言集は、 生前に出されたとされるものも含めて、すべて1570年代以降に劣増されたもので、ある、という仮説を唱えている、パリ大学のジャック・アルブロンは、同時代の証言として、より積極的な評価がなされるべきだと主張している。共に、ガリカデジタル図書館で公開されている。ありがとうございます。